こんにちは。machidori チャンネル。ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、今、池袋駅の東口にいます。ここからね、大塚駅までね、歩いていこうと思います。日付は2021年、8月14日土曜日ですね。時間は16時、見てみますね。16時、どっか時計あるかな。16時じゃないですか。15時17分です。ちょっとね、歩き始めたいと思うんですけども、ね、ちょっと傘を、ね、すごい中途半端なので、ちょっと傘を閉じて歩いていこうと思うんですけども、ちょっと霧雨みたいなのでね、やっぱり差しといた方がいいのかな。やっぱり傘差しといた方が良さそうなんで、傘差します。池袋の東口の方のビッグカメラですね。確かね、池袋はね、西口にもビッグカメラあったと思うんですけど、今東口の方のビッグカメラの前へ通ろうとしてて、本日おめでとうございます当たりが出ました。さあ、区間限定の抽選イベント、区間限定の抽選イベント、強く降ってきましたね。雨が本当にね、断続的に強く降ったり弱く降ったりしてきてるんですけど、またちょっと強くなってきた感じですね。強く降ってきたんで、なんか傘差してなかった人が結構びしょ濡れ状態ですね。なんか結構さっきまで雨弱かったんで、このままやみそうな雰囲気もあったんですけどね、全然やむ感じじゃないですね。この辺にはメイドカフェあるんですね。飲み放題、カラオケあり、
ちょっとね、雨が強くなってきたんで、雨音がめちゃくちゃ入ってるかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、ゆっくり歩いていきたいと思います。この感じだと降り続くような感じもするんですけど、まあ、全然やめないですね。で、まあ山手線のね、線路沿いとはちょっとまた離れてきてるんですけれど、まあ、池袋の三つ又っていうところですかね。3本の道路が交差してる交差点ですかね。東京にもね、こういう交差点が色んなとこにあるらしいんですけど、ね、また再び。また再び、これは何道路って言うんですかね。ちょっとね、池袋の辺通って、埼玉の、どの辺って言えばいいんですかね。蕨とかあの辺に抜ける道だったと思うんですけど、これが前の道ですよね。この道を行くんですけど、これが歩道橋しか向こう側に渡れないっぽいんで、ちょっと歩道橋を渡っていきます。通ってきましたね。歩くには最悪のコンディションなんですけど、これを向こう側に渡りたいですね。
とこの辺で信号待ちをしたいと思います。まっすぐ行けばあと17分ぐらいで、こっちの方向じゃないんですけど、この真後ろのね方の道を15分ぐらい歩けば着くみたいなんで、やっぱりこの右の線路は山手線と、あとなんか抵抗してこの新宿ラインとかが走ってるんですかね。できればね、毎日動画を公開していきたいんで、ストックがね、やっぱりちょっとなくなってしまったんで、頑張って歩いて撮影してるんですけども。この前道は明治通りですね。さっき再びって言った感じは明治通りに戻ってくるかなと思ったんで、でもね、掃除がないと分からない。かなり雨強いの分かりますかね。大塚駅にね、こう着いて、
雨足がマシになるのを待った。そのまま歩いていくか流れましていくと思うんですけども、撮影するにはほんとあまり良くない感じです。このね、細い道を歩いていけばいいのかな。なんかこの辺もいい感じの商店が並びますね。ちょっと雨音が大きすぎてマイクどうなんですかね。ちょっとね、まだねマイク何本目かな、10本もまだ撮ってないんで、そういう時どうなるのかね。まだね教訓がないのでわかんないんですけども、そこまでね環境をね広く取るようなマイクがないと思うんで、ちょっと線路沿いを歩いていきましょうか。ちょっと小ぶりになってたんで、雨が入ってない靴じゃなくて普通のスニーカーできたんで、靴の中がびしゃびしゃです。でもまっすぐ行ける感じでもないですね。少し小ぶりになってきたんでよかったです。めちゃくちゃ細い道を歩いてるんですけども、意外と車が止めてあったりとかしてびっくりしますね。 軽だったらギリギリ入ってこれないですかね、この辺。これはどっちに行けばいいんだろう。こっちは行けないんでこっちですね。こういう感じで迂回してくださいということみたいですね。道路事業なんですね。これは道路をどこかからどこかに通そうとしてるんですね。だいぶ雨がマシになってきたんで良かったです。
チンパンジーが手を出しているように見えるだろうっていう感じなんですかね。で脇道も行き止まり、これどういうことなんですかね。この先は行き止まりですってことですよね。こっちに行ってみましょうか。この道行けるのかな。こっち行ける、こっち行けるんですかね。この先行き止まり、やっぱ行き止まりなんですね。ちょっとこの先通り抜けできません。もうちょっとこっち行くしかないですね。道だと行けるんですかね。この道は行けそうですね。めちゃくちゃ普通の住宅地に紛れ込んできた感じなんですけど、救急車ギリギリ入れるかみたいな感じですよね。ほぼやめましたか ね、 ちょっとね、傘閉じたりどうなってます。マスクはね、以前はね、布マスクしてたんですけど、今はですね、スポーツマスク。アジサイが綺麗ですね。アジサイじゃないです。朝顔、昼顔、夜顔、ちょっとわかんないですけど。マスクしててあまりにもね、ちょっとやっぱりマスクして歩くってかなりやっぱり息苦しくて、ちょっとスポーツマスクにしてみたらどうかなと思ったんで、アンダーアーマーのね、スポーツマスクが良いかと思ってそれにねしてみたんですけど、やっぱりスポーツマスク運動しながらやっぱりつけるように作ってるんで、息苦しさはやっぱりかなり軽減されました。ナイキの、ね、マスクとか5000円ぐらいするんですよね、多分ね。あれはどうなのかなと、どうなのかなって否定的に言ってるんじゃなくて、まあいい感じなのかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。でこの
こっちからも行けると思うんですけど、このね狭い道をわざわざ通っていきましょうか。本当にこれこっち側が山手線の線路なのでキワキワですね、キワキワ。ちゃんと向こうまでつながってました。三味線と尺八分かるんですけど、笹笛しのぶし、ちょっと分からないですね。なんか古い町が何か残ってるんですね、この辺も。島区の宇都宮橋、大塚駅ですよね。大塚駅の近くて大きなアパホテルあるんですね。まあ地方都市行くと宿泊するのにホテル選びをしないとダメなんですけど、アパホテルをね選ぶことが多くなりました。ホテルってやっぱり行ってみるまでね、クオリティが全然分からなくて、やっぱりその辺ね、アパホテルってまあクオリティが一定なんでね、なんかこう値段とクオリティをちゃんと考えれるというか、その辺が。ホテルね、直営のねホテルのいいとこですよね。なのでアパホテル選ぶことが多くなりました。で、クオリティが一定というのもありますし、あとですね、まあ、設備がちゃんと読めるので、それでやっぱアルバホテル選ぶことが多くなったんですけど、まあね、あの大塚駅とか全然関係なくて、ちょっと雑談って感じですね。で、倉庫行ってると大塚駅の
暑いしので、この辺で撮影を終えたいと思うんですけども、本日もご視聴ありがとうございました。決めていただけたらですね、いいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。